神津島港停泊中のカメリアマル東海汽船株式会社は日本の海運会社。東京と伊豆諸島などを結ぶ航路を運航している。関連会社の伊豆諸島開発、神新汽船、伊豆七島海運と一体的な航路運営を行っており、他の関連会社を含めて伊豆諸島及び小笠原諸島への海運をほぼ独占している。 また、主力の海運業の他にも子会社などを通じて、路線バスの運行、ホテル経営及び各島へのセメントや燃料等の販売なども手掛けている。竹芝支店を除く島所部の各支店は代理店となっている。同様に、熱海支店も代理店となっており、富士急マリンリゾートに業務が委託されている。ホテル運営大手の藤田観光が筆頭株主であるが、 これは戦後の東海汽船の経営危機にあたり戦前に東部グループの根津海一郎や日産コンツェルンの支援を仰いだこともあった縁から相川義介が小川栄一に引き継ぎ同社が支援をしたことに由来するこのほか暴走航路や東北地方北海道に進出していたこともあった暴走航路はライバルとなる暴走再船が本格的な車両 設備改良を行う1950年頃までは競争力を保っていた。ただし、新中軍在留中は、浦賀水道通過が軍艦優先となったため、たびたびダイヤが乱れる原因となった。東北地方の航路では老朽化した船舶を使用していたほか、船賃が高水準にとどまるなど、独占的地位にあって競争原理が働かなかったことから、三陸地方では、 地元の反感を買い、後に地元資本によって設立された三陸汽船との競争の末に撤退を余儀なくされた。1966年には元町と三原山を結ぶ鉄道の免許を申請したが運輸省によって返付され実現しなかった。東海汽船では伝統的に客船や課客船に花の名前を高速船には鳥の名前を付けてきた。 現在の高速ジェット船はこの慣令を破り、東海汽船の名誉船長である柳原良平が命名した。1986年11月に発生した三原山噴火の際には、すべての便が運航を休止して、伊豆大島へ向かい避難民を輸送した。大島市店長の判断で、稲取行きの高速船、シーホークによる臨時便の運航を決定し、 まず観光客400人を避難させた。その後、社長の決断により、まず、式根島行きの臨時便を欠航させて、伊豆大島に向かわせたほか、定期便も急遽、乗船していた旅客を下船させた上で救援に向かうなど、使用可能なすべての船舶を稼働させ、全社を挙げて、救出活動に協力した。なお、国土庁の対策本部による初動がほとんど機能しない、 中で、首相官邸に設置された対策本部から同社宛に避難船提供要請があった時点で、東京発の一番船は救援に向かうべく、すでに東京湾外にあった。噴火2時間後の18時30分、東京都は同社及び海上保安庁、海上自衛隊に避難のための船舶の出動を要請したが、これに対し避難船として、 最初に接岸したのは高速船 C4 国で19時2分に388名を乗せ元町港から稲取に向かっている。同日22時50分、大島町長は全島民に当該への避難を指示し1万526名の避難対象者の輸送が翌6時54分に終了した。避難輸送の内訳は東海汽船7407人。 海上保安庁1926人、海上自衛隊849人、漁船265人、その他79人となっている。同社が避難輸送の主たる役割を担ったことについては、離島からの避難という状況において、大型客船の輸送力と高速船の機動力が大きな役割を担ったことを実績で示している。 噴火7ヶ月後の1987年6月22日、昭和天皇が見舞いのため伊豆大島を訪問したが、このうち袋はシーガルを利用した。なお、これが昭和天皇の生涯最後の船旅となった。ありがとうございます。